スーパー戦隊シリーズで歴代メンバーを務めた俳優たちの現在パート3、ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズに並び特撮シリーズファンの心をわしづかみにするスーパー戦隊シリーズ、放映開始から40年を迎えようとしていますが、その人気は衰えることを知りません。そんなスーパー戦隊シリーズを演じた俳優たちは子供たちにとってヒーローでした。今回も前回に続き、スーパー戦隊の歴代メンバーを務めた俳優たちの現在を追ってみました。まとめましたのでぜひご覧ください。それではスタートです。まずはこちら、電撃戦隊チェンジマンからご紹介します。まずはこちら、チェンジドラゴンを演じたのは浜田春樹さんです。1985年同作のチェンジドラゴン役で本格的にデビューし人気を博しました。しかしその後は複数のドラマに出演しましたが、大役に恵まれず大河ドラマ花の乱などに出演するものの、端役からの脱却ができませんでした。しかし1994年からナレーターに転身し成功を収め、数々の人気番組のナレーションを担当しています。現在も日本テレビダウンタウンの牧野使いやあらへんでや、TBS の林先生が驚く初耳学などの人気番組を筆頭に、多数の番組のレギュラーナレーションを担当しています。続いてはこちら、チェンジグリフォンを演じたのは和興さんです。モデルとしての活動を経て、1981年に俺はおまわりくんでデビューします。デビュー数年は早くばかりで役に恵まれませんでしたが、1985年に同作のチェンジグリフォン役で知られるようになりました。その後は183センチの長身と運動能力を武器に特撮作品をメインに活躍。同作を含めスーパー戦隊シリーズ3作、メタルヒーローシリーズ4作、仮面ライダーシリーズではキバに出演し、ウルトラマン以外の日本を代表する特撮作品3作に出演した数少ない俳優の一人です。2008年の仮面ライダーキバ以来ドラマ出演はないものの、現在はオリジナルビデオに多数出演し健在ぶりを示しています。続いてはこちら、チェンジペガサス役を演じたのは泉志郎さんです。特撮の常連俳優ですね。1984年デビューし、1985年同作のチェンジペガサス役に抜擢され、子供の母親層から絶大な人気を誇りました。その後も恐竜戦隊ジュウレンジャーのドラゴンレンジャー役をはじめ、スーパー戦隊シリーズに4作出演しています。特撮以外でも多数の時代劇の端役やサスペンスの刑事役など数多く出演しましたが、2000年に芸能界を引退しています。現在は寿司チェーンを展開する株式会社松本の魚介亭のマネージャーとして働いています。続いてはこちら、チェンジフェニックス役を演じたのは大石舞さんです。ジャパンアクションクラブ13期生でアクションの基礎をここで学びました。同作出演前も持ち前のアクションのうまさを評価され、宇宙刑事シャリバン、宇宙刑事シャイダーなどに早くながら出演していました。その時のアクションのうまさを評価され、1985年から同作のチェンジフェニックス役に抜擢され人気を博しました。しかし一身上の都合で1986年に芸能界を引退。1990年頃、本宮奈穂名義で芸能界に復帰したことが確認されています。現在は田中澄子さん、牧野美智子さん、永田由紀さんらとともに特撮美術上部としても活動しています。2019年2月5日に怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーに久々にゲスト出演をしています。
続いてはこちら、チェンジマーメイド役を演じたのは西本ひろ子さんです。1983年スチュアーデス物語でデビューします。1985年にデビューから2作目となる同作のチェンジマーメイド役で知られるようになりました。同作卒業後は TBS の朝のホットラインでリポーターを務め活躍しましたが、この時に知り合った TBS アナウンサーの岡田康則さんと結婚し、1990年頃に芸能界を引退しています。現在は専業主婦となっています。続いては超電子バイオマン、こちらのご紹介です。こちらのレッドワンを演じたのは坂本龍介さんです。同作出演前から徳川家康、春日局など大河ドラマをはじめ多数のドラマに出演していました。1984年同作のレッドワンで主役を演じ人気を博し、以降もメタルヒーローシリーズを中心に特撮シリーズで活躍しましたが、1994年父親の死をきっかけに一度芸能界を引退。引退後は家業を継ぎつつ日本舞踊の師範をしていましたが、2000年頃芸能界に復帰。2004年にリバイバルのウルトラ Q に出演し、仮面ライダー、スーパー戦隊、ウルトラマン、メタルヒーロー、すべてのシリーズに出演し、赤星翔一郎さん以来史上2人目の特撮4冠を達成しています。現在は食道がんを患い療養生活を送っています。続いてはこちら、グリーン2役を演じたのは太田隆彦さんです。1983年テレビドラマだから青春泣き飯甲子園の野球部主将土井垣渉役でデビューしました。1984年放送された同作のグリーン2役で人気を博しました。その後も特捜ロボジャンパーソン、特捜エクシードラフトなどメタルヒーローシリーズを中心に特撮シリーズで活躍するものの、1990年代前半芸能界を引退しています。現在は職種は明かされていませんが、実業家として活動しています。続いてはこちら、ブルース・リー役を演じたのは大須賀明人さんです。1984年デビュー2作目の同作のブルース・リー役で人気を博しました。しかしその後は役柄に恵まれず、ドラマの端役を時折演じる程度にとどまり、1993年特捜ロボジャンパーソンに端役で出演したのを最後に芸能界を引退しています。その後は結婚を機に整体師を志し、現在は地元の東京都足立区北千住に東洋カイロプラクティック大須賀センターを開業し委員長を務めています。続いてはこちら、ピンクファイブを演じたのは牧野美智子さんです。1984年同作のピンクファイブ役でデビューし、その美貌でたちまち人気を博しました。その後はグラビアやテレビ朝日江守陽子モーニングショーのレポーターなどで活躍しましたが、父親にグラビア写真を見られ芸能活動を反対され芸能界を引退しました。現在は築地場外市場にある佃煮屋諏訪商店で序章を務めており、その合間を縫って田中澄子さん、大石舞さん、永田由紀さんらと共に特撮美熟女部としても活動をしています。続いてはこちら、初代イエロー4を演じたのは矢島ゆきさんです。1982年柳生十兵衛暴れ旅でデビューし、レギュラー出演も同時に果たします。
1983年にも宇宙刑事シャリバンにベル・ヘレン役で出演し、アクションに加えキャラクター性とドラマティックな最後が話題になりました。ワイルドな外見にキュートな声のギャップが魅力で、アイドル的な地位を確立しました。1984年には同作の初代イエロー4役に抜擢され、役柄も彼女に合わせて作られるなど期待も非常に高かったものの、1984年1月にジャパンアクションクラブを突然退会し、同番組も降板。その後表舞台から姿を消し、完全に対外的な消息を絶っています。共演した牧野美智子さんの話では、現在は千葉県でお鍋をしているとのことです。続いては2代目イエロー4を演じたのは田中澄子さんです。降板した矢島ゆきさんの後任として2代目イエロー4に急遽抜擢されました。その後は藤井竜也さん主催のスタントチームに入り、ドラマ許せない結婚では女優の吹き替えスタントやテレビドラマに早役で出演していましたが、1987年超人気メタルダーのゲスト出演を最後に芸能界を引退しています。夫は元ジャパンアクションクラブブラザーズの井口和也さんで、一時を設け現在は専業主婦をしていますが、牧野美智子さん、大石舞さん、永田由紀さんらとともに特撮美熟女部としても活動しています。続いては科学戦隊ダイナマン、こちらのご紹介です。こちらのダイナレッドを演じたのは沖田聡さんです。1979年デビューし、デビュー数年は早くばかりで芽が出ませんでしたが、1983年同作ダイナレッド役を演じ人気を博し、立て続けにザ・ハンクマン2に主要メンバーヨガ役で出演し、さらに知名度を上げました。その後も人気長寿ドラマ部長刑事にレギュラー出演し存在感を示しましたが、徐々に人気が低迷し、2000年代前半に芸能界に見切りをつけ引退。現在は日常コミュニケーションについて考える表現の学校の中心メンバーとして活動する傍らで、大阪府河内長野市の商工観光課の職員として勤務しています。続いてはこちら、ダイナブラックを演じたのはまたまた登場です、春田純一さんです。1970年ジャパンアクションクラブに入会します。ジャパンアクションクラブで培ったアクション能力を武器に数々の特撮番組に出演しています。同作出演前も1982年に大戦隊ゴーグル5ゴーグルブラック役を演じ、1983年には同作でダイナブラック役を演じています。1971年仮面ライダー、1985年巨獣特装ジャスピオンをはじめ、スーパー戦隊シリーズ9作、メタルヒーローシリーズ5作、仮面ライダーシリーズ2作と華々しい特撮出演経歴を持っています。現在も特撮以外において主役はほとんどありませんが、存在感の強い脇役としての地位をキープし活躍をしています。続いてはこちら、ダイナイエローを演じたのは時田優さんです。高校時代よりアルバイトで秘密戦隊ゴレンジャー円盤戦争バンキットの戦闘員を演じました。そのまま俳優となり多数のドラマに配役として出演。1977年にデビューし開花するまで時間がかかりましたが、1983年同作のダイナイエロー役を演じ広く知られるようになりました。しかしこれからの活躍が期待された矢先、1984年に収入が不安定なことから芸能界を引退。引退後は
水中撮影機材メーカーに勤務し、営業本部長まで昇格したものの、その後転職し、外資系金融機関に勤務し、現在に至っています。2005年には俳優活動を再開し、会社員と俳優の二足のわらじを履いています。続いてはこちら、ダイナ・ピンク役を演じたのは、萩原さよこさんです。1980年オレンジ物語でデビューを果たします。1981年から放映されたウルトラマン80で43話から最終話までの短期間ではありますがヒロインを演じました。順調に知名度を上げ、1983年に同作のダイナピンク役でさらに人気を得ることに成功。そして1986年超新星フラッシュマンレーネフェル役で人気を不動のものにし、その人気ぶりから写真集も発売されました。しかし、フラッシュマン終了後にアメリカ留学と結婚のために芸能界を引退。3児の母となりますが離婚し、しばらくは生命保険の外交員を務めていました。2006年に芸能界に復帰し、現在は芸能活動の傍ら、日本ブライダル連盟公認の結婚相談所のカウンセラーも務めています。また、2016年からは、朗読劇団桃色旋風副座長として毎月1回公演に当たっています。いかがでしたでしょうか。懐かしいと思われた方もいたのではないでしょうか。しかし人気俳優として活躍し続けるのは簡単なことではありません。すでに引退して別の職に就かれている方も少なからずいます。引退された方の第二の人生の成功を改めて心から祈りたいものです。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。